シンガーソングライターの美和さんと水泳選手の萩野公介さん。全然畑違いの二人ですが、とてもお似合いで、順調に幸せな家庭を築いているのだと思っていました。しかし、お二人は離婚されてしまいましたよね。今回はそんなお二人の馴れ初めや結婚期間、そして離婚の理由についてご紹介していきましょう。美和と萩野公介の馴れ初めは、シンガーソングライターの美和さんと水泳選手の萩野公介さん。接点はないように感じますが、どこでお付き合いに発展したのでしょうか。二人は2016年10月に偶然 NHK で出会ったのがきっかけということ。同じ仕事で共演したわけではなく、別の仕事で NHK を訪れた時に出会ったということで、運命を感じちゃいますね。どうやらお互い一目惚れだったようで、萩野さんは目が大きくてアイドル顔の美和さんがタイプ、美和さんも萩野さんがタイプだったようで、積極的にアプローチしていたようですね。美和さんの方が4歳年上ということで、自身がナビゲーターを務めるドキュメンタリー番組の対談相手に指名し、仲良くなってから交際に発展したということでした。2017年夏頃から真剣交際をスタートし、2019年9月に結婚を発表されました。美和と萩野公介の結婚期間は、2019年9月に結婚を発表されましたが、この結婚発表のタイミングも東京五輪が関係していたようですね。2016年のリオオリンピックで金メダルを獲得した萩野さんですが、それ以降不調が続き、3ヶ月の休養をしていました。その間、ずっと支えていたのが美和さんだったということで、この時期の結婚発表でずっと支えていきたいという考えもあったのでしょう。家族のために頑張るという萩野さんの気持ちの変化もあったのではないでしょうか。というか、この結婚発表の時に美和さんは妊娠しており、できちゃった結婚とも言えますけどね。2020年1月に第一子が誕生していますから、ちょっとフライングしたとも言えます。オリンピック金メダリストと4年連続 NHK 紅白歌合戦に出場した歌手ということで、ビッグカップルでしたが、周りは温かく歓迎ムードでしたよね。お似合いの二人だと思っていましたし、おしどり夫婦とも言われていました。しかし2023年3月18日に離婚を発表されました。結婚期間は4年半ということですが、おしどり夫婦と言われていた二人に何があったのでしょうか。次から離婚理由について詳しくご紹介していきましょう。美和と萩野公介の離婚理由1。多忙によるすれ違いが原因で、2024年3月18日に美和さんは自身のファンクラブサイトで離婚したことを発表されました。実は離婚の1年ぐらい前から離婚するかも、怪しいと思われていたようですね。2023年末には萩野さんが自宅から出て別居していたということでした。ちなみに離婚を報告したのは美和さんだけで、萩野さんからは一切離婚についてコメントなどもなかったんですけどね。それもちょっと不思議な感じがします。また、離婚理由については美和さんも全然触れておらず、離婚したことを発表しただけですね。これからも変わらず音楽に情熱を捧げていくというメッセージでした。つまり、離婚理由については推測するしかないということなのですが、いろいろと推測していきましょう。まず考えられるのが多忙によるすれ違いですね。美和さんは2021年から大学院に通い、2023年に慶応義塾大学の大学院修士課程を修了。本業は歌手ですから、とても大変だったと思いますが、見事それをやってのけています。また、萩野さんは2021年8月に現役を引退し、2022年は
大学の教員を目指して日本体育大学大学院に入学していました。他にも萩野さんは日本テレビのアスリートキャスターとして2024年パリ五輪を盛り上げていましたね。ということで2人ともとても多忙だったのがわかります。っていうか子育て大丈夫だったのかなって心配になってしまうぐらいの忙しさだったのではないでしょうか。子育てしながら2人とも勉学に励んでいたわけで、なかなか2人の時間が作れず少しずつすれ違い、それがもう修復不可能なところまで行って離婚になったということなのかもしれませんね。仕事面は順調だったけど、だからこそ家庭をおろそかにしてしまったということなのでしょうか。美和と萩野公介の離婚理由2、ライフスタイルの違い。現役時代の萩野さんは自分探しということで、成績不良の時には世界へ放浪の旅へ行くほどアクティブ。美和さんもなかなかアクティブで活発な人ということで、それぞれ違うやりたいことを見つけたという可能性もあります。この先の人生を見つめた時に、お互いで一緒にいるよりも何か違う生活環境の方がいいということになったのでしょうか。お互いに嫌いになって離婚したわけではないという情報もあり、円満離婚だったという可能性もありますね。別れはしたけど子供はいますし、子供のためにもお互いが力を合わせて子育てをしていくということのようです。美和と萩野公介の離婚理由3、萩野公介さんの宗教問題。2023年7月に週刊誌で萩野さんが謎の新興宗教の布教活動に参加していたと報じました。こちらは週刊誌フラッシュが報じているのですが、萩野さんがポーランド在住のウクライナ避難民に向けて玄米粉を届ける世界平和人道支援団として参加していたというものです。萩野さんの他にも北島康介さんや吉田秀彦さんも参加していたようで、それなら問題ないように感じますけどね。しかしこの団体が怪しい宗教団体と言われているということで問題視されていました。この世界平和人道支援団の活動は、宗教法人富士阿蘇山大神宮とその関連団体血玉と共に生きる会が行っているということなんですね。この富士阿蘇山大神宮は2009年に設立された山梨県にある教団。教祖の渡辺聖司さんは宮下文書と呼ばれる古文書を教義の中心にしており、この宮下文書についてはいろいろ言われていて、偽文書と言われていたり、オウム真理教の朝原昭光もこの本の影響でサティアンを作ったとも言われていました。そんな宗教団体と関わりがあったとされた萩野さんですが、それが原因で美和さんが別れを切り出したという噂もあります。美和さんはそんな団体に参加することも知らなかったと言われており、そういった不信感から離婚につながった可能性はありますね。要は萩野さんは妻に相談することなく海外支援に行き、それが怪しい宗教団体だと後から知ったということです。これだけが原因で離婚に至ったのかはわかりませんが、そういったことがたびたびあり、美和さんが愛想を尽かしてっていう可能性は高いのかもしれませんね。まとめ、美和さんと萩野公介さんの馴れ初めや結婚期間、離婚理由についてご紹介しました。一目惚れした二人でできちゃった結婚もして、おしどり夫婦なんて言われていたのに離婚っていうのは寂しいですよね。簡単に離婚という結論になったわけではないと思いますが、子供もいますし、その子供のために二人で今後も力を合わせて子育てしてほしいと思います。不仲での離婚ではないという噂なので、それは信じたいですね。親権がどちらを持つなどの情報もありませんが、美和さんが親権を持って子育てしていくのかな。お互い稼いではいるでしょうし、金銭面は問題ないと思いますが、
子供も小さいですし、協力して立派な大人に育ててほしいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。